でもそれを考えようとすることがもう親孝行なのかもしれない。子供の頃たまに家族で外食、いつも頼んでいたのはチキンライス。豪華なもの頼めば二度と連れてきてはもらえないような気がして、親に気を使っていたあんな気持ち、今の子供に理解できるかな。街は賑やか、お祭り騒ぎ、七面鳥はやっぱり照れる、俺はまだまだチキンライスでいいや。赤坂プリンスを抑えとけ、スイートとまでは言わないが、チキン。